人の哲学者、社会理論家。フランスシェルブールの油と炭酸水商人の家に生まれる。エコールポリテクニークを卒業。はじめは、フランス政府の議官だった。しかし、社会問題を研究するようになり、1890年代にマルクス主義に傾倒する。労働組合の団結と闘争等を解く。その反議会主義と直接行動への思考は、 当時の知識人と労働者に歓迎された、ドレフィウス事件の際に反ユダヤ主義への反対もしている。最初、マルクス主義理論の弱点と考えたものを補おうと、したが、最終的には、マルクス主義の修正とも言える思想を唱え、エドゥアルト・ベルンシュタインの右派的な修正主義とは、区別して、私的唯物論と、弁証法的唯物論、及び、 プロレタリア国際主義を拒絶した左派修正主義を主張した。さらに正当派、マルクス主義の歴史の必然を信じず、慎重に考案された神話が大衆を一致した行動に導く、と考えた。したがって、ソレルの行動指針は、ゼネラルストライキ、ボイコット、サボタージュによって資本主義を分裂させ、労働者による、 生産手段の統制をもたらすことに向けられた。さらに、ブルジョア民主主義に会議的なアナキストである、プルードンにも理論的自認を求め、神話の重要性と科学的な有意物論への反対については、アンリベルクソンやエドゥアルト・フォンハルトマンに学んだと言える。また、強制力を使って変化を起こす唯一の道だとして、フランス社会で捉えられていた。 ジャコバンの伝統を復興させた。ブルジョアミニシュ主義を攻撃したことについて、ソレルは、アクションフランセーズのシャルル・モーラスを称賛した。さらにソレルは、国家の永久戦争ザ・ステート・オブ・パーマネント王も、階級闘争、革命とした。一方、ソレル自身はあくまで、マルクス主義理論家であった。ソレルは、イタリアのマルクス主義の父アントニオ・ラブリオラと、親交を持っていて、 フランス語に翻訳された歴史の遺物論概念についてのラブリオーラのエッセイに序文を書いている。さらには、主著の暴力論リフレクションズ・シュール・ラ・バイオレンス1908年第5版の付録として、レーニンのためにポ・アレニニという大の論文を書いて憲法制定会議をボイコットして社会主義を宣言したレーニンの行為を弁護し、ロシア革命を称えている。 彼の著書は、ビルフレド・バレート及びベネデット・クローチェに絶賛され、彼の思想は、カトリック、反民主主義の政治傾向、特にファシズムには絶大な影響を与え、ムッソーリーには、ファシズムの精神的な父、私の死、私自身はソレルに最も追っていると発言している。また、バルター・ベンヤミンが表した、暴力批判論は、ソレル、暴力論の影響を受けている。 ありがとうございます。